カノン先輩も来てくれたきなこのペンション。本当に？説明してもらえる？私きなこの家に行ったことないんだけど。一人内装で行ったのですか？いやそうじゃなくて。無連絡。ふーん、そうだったんだ。じいちゃん違うの。ほら前にお父さんが忘れ物して届けに行った時、一言言ってくれなかったのがショック。